いつもご視聴ありがとうございます。お待たせいたしました。2022年1本目の動画になります。昨年は本当にたくさんのご視聴ありがとうございました。2022年、寅年もですね、張り切って頑張りますよ。ありがとうございます。どうぞ今年もよろしくお願いします。嬉しいコメントをいただきまして、最後の雨ね、ここボードにも書いてますけども、中西康さんのですね、最後の雨に解説動画お願いしますということで、大変ね、ありがたいコメントをいただきました。ご期待に沿えるかどうかね、ちょっと分かりませんけども、また私なりの解説をさせていただきたいなと思います。それでこの動画はイントロ編ということで、早速始めさせていただきたいなと思います。最後までどうぞご視聴よろしくお願いいたします。そんなわけで、このボードに書いてます数字なんですが、前回アルデバランという動画ね、愛さんのアルデバランという動画でですね、解説した時に全て数字をですね、黒のペンでしてしまって、上の段下の段とかって言って説明したんですけど、ややこしいなと思って、今回は色分けしてみましたね。ちょっと進化がありました。はい。赤がですね、弦の数字ですね。それから弦のっておかしいな、発音おかしい、弦の数字ですかね。で、下がフレットの数字ということになります。はい。ちょっとね、ヘッドで隠れる場合もあるかもしれないですけども、また順に追っていただいたらいいなと思います。それでですね、一応この数字ごとにずっとやっていこうかなって思って、何回かまた今回も撮ってみたんですけども、意外にですね、なんか分かりにくいなと、何が分かりにくいかって説明している私がそのうち何やってたか、これどこまで行ったの、どこまで行きますかみたいなね、そんな動画になりますので、ちょっと考えまして、あ、そうだ、コードで行くかっていうことでご説明させていただきたいと思います。コード進行ですね。この最後の雨はですね、レギュラーチューニングで、キーが E になります。それで4フレットにカポタストをつけていただきまして、 C のポジションで私は演奏しております。それでコード進行なんですが、 C で、まあここにも書いてあるんですが、 C、F on A の、G アドナイン on B で、これはちょっと表記正しいかどうかわからないんですが、前回はですね、 G on B って言って、これだけだったんですけども、この音がなんかどうも原曲聴いてみると違うなっていう、何が違うかって、なんかね、もう一音入ってるんですよね。よく聴いてみたら、この微妙な響き、3フレットの2弦がね、この2弦の音、この音が入ってるんだよね。またより原曲に近づくようになって良かったなという、ほっとしている次第でありますけども、そんなわけで G アドナインオン B で C で Am7 Dm7 の G アドナインオン B の最後がですね、これも表記ちょっと怪しいんですが、 C アドナインオン B ということで、この先ほどご説明しました、3弦の2フレットを離した状態、これでイントロの最後ということで、やってみたいなと思います。はい。コード進行を意識するとですね、ここの書いてある数字っていうのが意外に、まあこれはある程度私の実際指を動かしている状態なんですけども、まあ実際弾いていただく前にですね、メロディーを口で言って、でコード進行だけ変えてで練習すると雰囲気がまずつかめるんじゃないかというふうに、そんなふうに思います。なので、まあ頭のね、これぐらいは弾いてもいいかもしれないですけども、まず大切なのが、これはもう一応
歌詞はないですけども、一応まあフレーズということで歌えるかどうか、まあ、演奏もソロギターの演奏というのは歌ってる演奏と歌ってない演奏っていうのはありますよね、まあ、あんまりあの人様に偉そうに言える立場でもないんですけども、歌ってる、まあ、ピアノ演奏でも何でもそうですけども、メロディーしか弾いてないのにしっかり歌い込まれてるなっていうフレーズ感の長さとか、あとピッチの正しさ、あとリズムの正確さとかね、そういうまた抑揚とか、そういうことで、まあ同じイントロでもなんかちょっとね、こう難しいこと言って申し訳ないですけども、歌うイントロを弾いていただきたいなと思いまして、こんなことを今お話しさせていただいております。なのでこの手を動かしてただ弦を鳴らして弾くっていうのは誰でもできるんですけども、それでじゃあフレーズ的に歌えるかというとちょっと違いますよね。なのでまずはコードの移り変わりだけでいいので、フレーズとして歌ってみると、メロディーラインを自分で、タン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 、まあオクターブ下げてもいいかもしれないですけど、タンタ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 ンタタン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 タタタタンタタンタタンタンタタン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 、これを実際ギターで弾くわけですけども、で止めるところとかね、こういうところなんですけども、これちょっとね、この表記慣れていただいたらありがたいなと思うんですけども、私のオリジナル表記で上が弦で下がフレットということで、で丸はですね一緒につまびくところです。これ前回もお話しさせていただいたんですけども、でカッコっていうのは1弦、これは順番に弾く分ですね、カッコ分は、で丸は同時に、なのでおよそ同時につまびくところっていうのはちょっと和音になってる普通のコードを弾いてるっていうとこが多いですね。この最後のツバンっていうのも私勝手に演奏してるだけなので、普通にザーンって弾いていただいていいと思います。はい、そんなわけで、まあ、イントロの実際指弾きでどうやってるのかっていうことを知りたくて、多分ね、あのご質問いただいたと思うんで、一個一個やっていきたいんですけど、ちょっとまあ長くなるかもしれないですけども一緒にやっていきますか。C のポジションでまずね取っていただいて、で2弦の、1と3、小指を3にしてます、私。こうですね。で弾く指はですね、基本、まあ、基本という言い方変ですけども、まあ、ベース音を6、5、4で人差し指3、中指2弦、薬指1弦とこう持っていただきまして、およそ、まあ、2弦なんで、私はまあ中指で弾いてますけども、こういうことですね、はい、これで C を鳴らしますが、このままさっきご説明しました5、3、2、1なんで5321、5弦3弦2弦1弦 C のポジションのまま弾きます。こうですね、はい。それでちょっと次はですね、リズムがすごく、まあ、さっきフレーズで歌いましたけども難しいですよね。 2弦1弦、1フレット1フレット、つまりこういうことなんですけども、これを C のポジションから C の和音を鳴らしたまま、このメロディーラインも鳴らす。これがソロギターの醍醐味ですよね。つまりちょっとシーサスフォーみたいな、ちょっとね、あのにゃんこ先生が泣いておりますけど、はい、あの、ね、こちらに集中していただいて申し訳ないです。そんなわけで、こういう風なシーサスフォーの形になると思います。なのでこれただこう弾く分には難しくないんですけども、リズムがですね、こういうちょっとスタッカート的な感じが、これだらっと弾きますとですね、ちょっとオリジナルのイントロからはかけ離れてしまいます。なんかこののべーとした感じですね。間違
でないんで、これでもいいかもしれない。どっちなんだっていう話ですけど。いえいえ、もうこの際ね、クオリティをどんどん上げていきましょう。そんなわけで、難しいですが、ちょっと、タタタン、タタタン、タタタタンというこの、タタタン、タタン、タタンというフレーズをマスターしていただきたいと思います。ね、ここで、タンタタンので F1A ですね、ここ。で、ここの格好の部分。これはですね、これももう、1弦2弦なんで、薬指、そうですね、薬指、中指になる。3-0っていうのが前回はなかった響きですね。この前回のなかった響きがここなんで、このコードを鳴らした後にここの3-0、この音が入ります。前回はこうでした。何が変わったのって思うかもしれないけど、微妙にこのね、このなんか怪しげな和音というか、ね、これがいいですよね。はい、そんなわけでタンタンタンですね。また C で。それで、3弦、2弦、で1弦。あ、1弦じゃない、ごめんなさい。2弦が3フレット。0、1、3なんでね。3弦開放の2弦、1フレット、3フレット。次はですね、ここ C じゃなくて Am7 なんですよ。これがね、すごく効果的で、ベース音が変わるということで、1回目の、フレーズとは違いますよという、まあ、起承転結で言ったら解決の方に当たる、ちょうど起承転じるとこですかねぐらいの感じなんですよ。これちょっと今言ってる意味がお分かりいただけるかどうか分かんないですけど、 C のねフレーズをですね、C からのフレーズを2回繰り返すとですね、全然いつイントロが終わるのか分かんなくなるという、やってみたいと思います。何回繰り返すのって話です。これがですね、先ほどご説明しました Am7 になるとですね、ベース音がちょっと変わるだけで雰囲気が変わるので、ここも気をつけるポイントなので、よろしくお願いいたします。で、まあフレーズ的には、まあ、似てくるんで、そんなに難しくはないと思います。 C が Am7 になるだけみたいな形でね。それで、あとは F 音 A が Dm7 になりますので、ベース音的に F 音 A の場合は5弦ですけども、Dm7 は4弦ということでなります。最後はこういうふうに終わりますけども、なんか、またね、今回もうまくご説明できたかどうかわかんないんですけども、意外にね、このイントロ、まあ、ちょっと復唱というか同じ繰り返しになりますけども、やはりフレーズを大切にしていただいて、その、まあ、拍の頭であるとか裏であるとかっていうことを意識しながらやっていくと、ね、練習はもう何億回してもそんなにしませんか。弾けば弾くほどきっとお上手になると思いますので、そんなわけで、まあ、私も今まだ全然ね、まだまだ途上で、この今弾いたのが正しいかと言われればまたね、もう次の瞬間また変わってたりしますので、このポイント的には この音はあんまり残さない方がいいのかなっていうふうに私的に思います。どうでしょうか。切った方がいいのか、切りすぎたらおかしいし、なんかね。
間違えるんです。違いますか。もう何回撮り直すんだというぐらいに間違えますけども。こんな感じでですね、とりあえずイントロ編ということで、ちょっと簡単ではございましたけども、繰り返し練習していただけたらなと思います。こんな感じになっております。はい。ね、スクリーンショットでもしていただいて、違いますか。数字はですね。またコードの方はですね、 A メロ的な A メロ B メロのサビとか感想とかのコードはですね、ちょっと概要欄に書こうかなと思ったんですけど、あんまりにも長文になるのでコメント欄にまた載せさせていただきますので、そちらの方をご参考になさっていただければありがたいなと思います。では練習の方、また、後半の何ですか、バッキングパターンの動画でお会いしましょう。ご視聴最後までありがとうございました。